Voice Trails of Be Okinawa。 こんにちは、サッシャです。沖縄県の観光ブランディング事業 Be Okinawa の YouTube チャンネルから配信する動画シリーズ Voice Trails of Be Okinawa、 これはあなただけの沖縄を聞かせてくださいをコンセプトにですね、沖縄を愛するゲストとともにもっと深く、もっと沖縄を知っていただくシリーズ、全3回にわたってまだまだ知られていない沖縄の魅力を発掘してまいります。沖縄県の観光ブランディング事業であるこの Be Okinawa はですね、知られざる沖縄の魅力を発信、認知、普及させることを目的に2013年からスタートしたんですね。 Be Okinawa というウェブサイトを軸に各種イベントの開催、そして動画の配信、ポスターの展開などを通じてもっと知りたくなる、何度でも訪れたくなる沖縄の伝統や文化、その魅力を深掘りしてまいります。さてこの Voice Trails of Be Okinawa、 第2回のゲストには皆さんよくご存知の沖縄をこよなく愛するアーティスト、宮沢和史さんをお迎えします。本日はどうぞよろしくお願いいたします。まずは宮沢さんの最近の活動からちょっと聞いてみたいと思うんですが、去年その沖縄が日本に、はい、まあ、復帰50周年ということで、はい、50年ということで、去年はもう沖縄、が関係 の、 そのイベントですとか、はい、式典、お祭りなんかがあって、まあ、とても忙しくしていたり、あと、まあ、沖縄についての本を出版したりとか、はい、あと島唄発表してちょうど30年ということで、はい、去年はものすごく沖縄の関係の仕事が多かったんですけど、うん、私はまあそれも一つ落ち着いて、はい、いつも通りじっくりこう沖縄と向き合ったり、はい、でまあ、僕の音楽性というのは沖縄だけではなくて南米からの影響とかも大きいので、うんうん、はい、久しぶりに南米の音楽にどっぷり使ってみたり、はい、まあ、じっくり音楽と向き合っているって感じですね。いいですね。2022年はじゃあその沖縄関連、うん、まあ、また久しぶりに訪れたって感じですか。コロナ禍はなかなか難しい時期もあったと思うんですが。そうですね、僕の中でその非常事態宣言でしたっけ、何でしたっけ、それ名前でしたっけ、非常事態宣言、それが出た時と、あとまん延防止法が出た時は沖縄には行かない、まあ、沖縄だけじゃないんですけど、はい、県外には出ないって自分の中で決めていたので、最長で10ヶ月ぐらいは沖縄に行ってない日々が続きましたね、最長で。それはかなり珍しい。珍しいですね。月に 1,2 回は行っているので、10ヶ月行かないってのは本当に珍しいですね。本当ですね、うん、久しぶりにまた訪れてまた見え方が変わりましたか、沖縄。そうですね、やっぱ沖縄の魅力って僕にとって沖縄の人なんですよね。人に会いたい、人から学びたい、人と一緒に歌を歌いたい、はい、飲みたい、やっぱり沖縄の魅力たくさんあるけど、突き詰めていくとやっぱ人なん、うちなんちゅうなんですよね。10ヶ月会えなかったのは寂しかったし、はい、久しぶりに会うとやっぱり魅力的な人たちだなっていうふうに改めて思いましたね、うん、はい、そんな中、先ほどね島唄の話もありました。改めて、はい、ザ・ブームとしてメジャーデビューしたのが1989年の5月21日、はい、ということなんですけれども、この中でも30周年とおっしゃっていた島唄、うん、改めて、まあ、名曲誕生のですね、裏側というか当時どんな思いでこの曲を作ったのか教えていただけますか。まあ、とってもこの場で全部話すのは難しいものがありますが、はい、僕は沖縄の民謡に惹かれて沖縄が好きになったんです、はい、沖縄が好きになってから民謡が好きになったわけじゃなくて、はい、なので沖縄へ行ってみたいと思うのは、思ったきっかけとしては動機としては沖縄の音楽を作った沖縄の人たちを知りたいみたいな、うん、今で歌をいろんなところで聴いてみたいっていうふうに言ったんですけど、はい、行ってみたら思った以上にその戦争の傷跡があちこちにあって、うん、はい、ちょっと自分が思い描いた沖縄と少しずれてる、うん、はい、勝手に思って、で戦績を、まあ、回ったり資料館を回ったりしたら、はい、僕は全く知らないことがたくさんあって、大人になってしまったなっていう恥ずかしさ、はい、そうすると怒り、はい、どうしてこんなことになってしまったのか、うん、それも穴埋めするかのように、はい、何が自分できるだって言った時に、うん、まあ、もうプロになってましたから、はい、まあ、歌を作るしかない、うん、脳がないというか、はい、で、あの姫より平和記念資料館で僕にいろんなことを教えてくれた、学徒隊の生き残った女性に対して何かお礼の意味を込めて、うん、歌を作りたいと思って書いたのが島唄なんですね。
から最初の動機としてはもうその人に聴かせる曲を聴かせるに耐えうる曲を作りたいっていう動機でしたね、はい、そのお一方に向けて書いた曲が多くの人に支持されて歌われるようになったどんな思いですか、まあ、時代としてはバブルの終わり頃の時代でしたから、はい、沖縄でこんなことがあったよ、うん、戦争ってこういうことを生み出してしまったよこういうふうな遺産があるよっていうことを音楽の場で、はい、あの時代に言ったとしても多分誰も耳を傾けてくれなかった時代だと思うんですよ、うんまあ、聞きもしないというかね多分、はいはい、なので僕はあのラブソング、まあ、出会いと別れっていうラブソングの表面上はそういう歌にして、はい、実はダブルミーニングで違う意味が一行一行にあるんだよっていう作り方をして、まあ、ボディーボールじゃないけど、はい聴いてるうち歌ってるうちに何年も何十年もかけて聴いていくと歌っていくと本当の意味が分かってくれるっていうようなちょっと遠回りな手法を取ったんですね、はい、ですからあんなに発売してすぐヒットするとはとても思ってなかったですしそうですか、まあ、でもヒットしたらヒットしたでそのなんていうんですかね、僕の真意と違うところでこう広がっていくというか、はい、戦争ということを知ってほしいというものとはちょっと違う広がり方をしていったんですけど、はい、でも考えてみれば僕は例えばライブがある日だったら島本は1日1曲しか歌えませんし、はい、ライブが毎日あるわけじゃないですから、年に何回歌うかって数えられるわけですよね、はい、でもっと言ってしまえば一生であと何回歌えるかも数えようと思えば数えられる、はい、だけどヒットすることによっていろんな人たち例えば修学旅行のバスガイドの人とか、うんはい、いろんな人が僕の代わりに歌ってくれるということは、はい、意味を直接伝えてるわけじゃないかもしれないけどじわりじわりとこの歌の意味、うん、そして沖縄の悲劇もうこういうことが起きてはいけないということを、うん、人々が歌ってくれるっていうのはものすごいパワーだなと思ってできた30年でしたねカバーも大歓迎大歓迎ですね、やっぱ歌い継いでほしいとだしもう31年目なので30歳以下の方はシーマウトは体験してないわけですよ、はい、そう考えるとものすごいもう知らない層が、まあ、沖縄ではこの歌聞いたことあるありますっていう子どもたちも多いんですけど、日本の人たちにも知ってほしいしですから、まあ、僕の身は一つですけどなるべくその例えば学校から呼ばれてちょっとレクチャーしてほしいとか、はい、特別授業してほしいとか、沖縄の話をしてほしいとかっていう時にはなるべく島唄をモチーフにしていろんな戦争の話を伝える努力はしたいししているつもりではあります。あの一瞬にして一夜にして距離が縮まるというか、はい、で音楽楽しいですから、はい、音楽っていう場でみんなの心が解放されて、うん、あの夜はちょっと民謡酒場へ行ってみようなんていうふうにすると、はい、とっても沖縄が身近になると思いますね。あ、そうですか、はい。